にちは、金黒です。今回は、iモード間もなく終了、そんなお話です。平成11年に始まったドコモのiモードが、18年の歴史で幕を閉じることになりました。楽々本を除いた機種が、年内で在庫限りで終了します。iモードのユーザーが減ったこともあるんですが、部品の供給がなくなって、このiモード終わるみたいです。iモードは手軽にインターネットが使えるようになった今のスマホの先駆けみたいな存在だったんですが、ついに歴史が終わってしまいます。私は現在ちょうど50歳なんですが、移動通信の歴史ずっと見てきたみたいなところがあります。最初私が社会人で持たされたのが音が鳴るだけのポケットベルでした。このポケットベルで音が鳴ると会社に電話して連絡聞いていました。そのうち、こう数字で暗号的に知らせるポケットベルが出てきて、これ0840おはようみたいな、こんな暗号でやり取りしていました。例えば今どことか遅れるなんですけど、こんな暗号で通信してた時代もありました。その後ちゃんとこういう文字が出るポケットベルが出てきて、この時代でポケットベルは一回終了しました。その後ショルダーフォンみたいなのが出てくるんですが、これは高くて私使えてませんでした。私が初めて使ったのはこのセルラー電話、こちらのものを使っていました。それからその後 PHS に移ったんですが、 PHS も使ってた期間としてはすごい短かったです。その後ドコモの携帯使うようになるんですが、最初はパナソニックの B シリーズか NEC の N シリーズが人気あったように思います。私は最初 P シリーズの方を使っていました。その後ソニーが携帯作るようになって、ソニーのものをずっと使っていました。ですからパナソニックの B シリーズからソニーの商品まで、なんか折りたたまないタイプのものをずっと私は携帯電話使っていました。ちなみに今でもこのソニーのこのタイプは自宅にあって目覚まし時計として使っています。私が最後に買った iモード端末はこのソニーのプレミニで、2004年に発売されましたが、発売と同時にすぐ買って結構気に入って壊れるまで使いました。この携帯を最後にiPhone3G のスマートフォンに移行しました。ただ iモードの機種の中ではこの端末を一番長く使いました。思い出深い端末です。今スマートフォンの時代になって、端末を作るメーカーがアップルかサムスンかソニーかみたいなメーカーが結構少なくなって、この iモード時代の電機メーカーが各社争ったように作った時代、これすごく懐かしいです。2008年に日本でもスマートフォンが登場して、 iPhone4S ぐらいから一気に普及しましたが、過去の歴史を見てると過去はいろんな電機メーカーがいろんな端末作って、どんどん新しいもの、新しい技術っていうのが出てきましたが、最近のスマートフォンを見てるとちょっとずつは進化してますが、過去の歴史ほどすごく進化はしてない感じがします。今回の iモードの歴史が終わるとともに、スマートフォンの次の新しい技術が出てくれると嬉しいなと思いました。今回は間もなく iモード終了、そんな内容の動画でした。これからもいろんなガジェットをレビューしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。